雑派行は、自分ナイルポルの作家、小説家、漫画原作者、脚本家、男性、大阪府出身。漫画ホットミルクの文章投稿者を経て、関西大学在学中の1992年に、アリスの城で小説家デビュー。翌1993年に初単行本、ユンユンパラダイスを刊行し、人気を博す。 現在のジュブナイルポルノというジャンルの開拓者の一人。キャリア初期はナポレオン文庫でいくつかの作品を発表していたが、最初から作品の方向性などをめぐって編集部と折り合いがつかず、全作品を辰巳出版ネオのベルズから再刊行した。その後はジュブナイルポルノの執筆から離れ、ライトノベル、ゲームやアニメなどのノベライズ執筆や漫画原作者として、 活躍。現在はアニメの脚本、シリーズ構成を主な仕事としている。美少女が多く登場するタイプの漫画や、ライトノベルを得意としているが、近年は一般的な少年漫画作品のテレビアニメ化を担当することも多い。連載読み切り、ブレンド S、増山監督シリーズ構成、雑派業インタビュー、秋葉総研。 2019年11月25日閲覧商業ベースで本格的に出版された自分ナイルポルノのレーベルはナポレオン文庫が初めてであり雑派業はその総関時の執筆者である詳細は外部リンク猫丸の国のインタビューに記されているのでそちらを参照のこと2002年の家庭教師シークレットレッスン以降少なくとも商業ベースでの自分ナイルポルノ 官動小説の観光は確認できない。この中に一人、妹がいる。作品情報。アニメハック。2020年8月22日閲覧。帰宅部活動記録。作品情報。アニメハック。2020年4月28日閲覧。ネトゲの嫁は女の子じゃないと思った。作品情報。アニメハック。2020年5月7日閲覧。 天使の 3P 作品情報アニメハック2020年9月3日閲覧現実主義勇者の王国再建期2020年11月4日閲覧ありがとうございます。